建物全景池越しに臨む群馬県立立林美術館は群馬県立林市に校長のたたら沼藩にある美術館である。美術館のテーマは自然と人間、彫刻やインスタレーションを中心とした近代美術と現代美術が多い。高崎市の群馬県立近代美術館に続いて県内2つ目の美術館として2001年10月26日に 立林市に開館した。自然と人との共生を示す作品の展示、教育普及事業を行っている。別館では、フランスの彫刻家である、フランソワ・ポンポンのアトリエを、当時の写真をもとに再現している。立林市郊外の水光電跡地に建設された建物は、芝生の広い敷地を囲むように配されている。設計は、第一工房。年第回。 村の統合賞を受賞している。また、付近には彫刻の象形と名付けられた散策路があり、たたら沼公園の生活環境保全林に沿って多くの彫刻作品を設置している。館内廊下別館建て場や市美術館では、館のテーマである自然と人間の関わりを探求する上で有意義な作家として注目し、フランソワ・ポンポンの作品を収集している。 しかし、約3億5 0 0 0万円をかけて収集した104点の作品のうち3点は制作者不明。残る101点の作品のうち34点が、ポンポンが遺言で禁じていた死後中造であることが、オルセイ美術館の調査で発覚し、正式な作品として展示すべきではないと指摘された。そのため、現在では、遺言を尊重し、 死後中蔵の作品について展示室での展示を避けつつ、一部を別館である彫刻家のアトリエに展示している。なお、フランソワポンポンの収集を行った理由として、縦林市に存在する文福茶釜伝説のモリンジから連想するポンポコポンという語感に引っ掛けたものだ、という俗説があるが、美術館はこれを否定している。彫刻が94点、素描が7点。 abcdehttp://www.gmat.pref.gunma.jp:/gmat/pwark html-http コロンスラッシュスラッシュ www.gijiroku.com スラッシュボイシーズスラッシュ cgi スラッシュ voiweb.exe アクトイコール 203& 検索イコール 0& ソートイコール 0& クティップイコール 0123&kgtp イコール 12&fy イコール 2010& イコールアンサブティ、イコールパーセント 95%BD パーセント 90%AC パーセント829パーセント829パーセント 94N パーセント8181829パーセント 8C パーセント 8E パーセント8192パーセント E8 パーセント97パーセント

スタイルイコール0 http コロンスラッシュスラッシュ www 0 7.gijiroku.com スラッシュボイシーズスラッシュ cgi スラッシュ voiweb.exe act イコール203アンド検索イコール0アンドソートイコール0アンドクティップイコール0 1 2 3アンド kgtp イコール1 2アンド fy イコール2010アンド 対イコールにアントといたる。サブティ、イコールパーセント 95%BD パーセント 90%AC パーセント829 82パーセント829パーセント 94N、e、パーセント8181829パーセント 8C パーセント 8E パーセント8192パーセント E8 パーセント97パーセント

ありがとうございます。